みなさんこんにちは、えー、奈良国立博物館の館長の井上陽次です、えー、私は、えー、考古学者に憧れそして、えー、大学大学院でですね、えー、考古学を学び右翼曲折の上ですねなんとかですね考古学研究者になったわけです、えー、今日はですね、えー、そんな私をですね本当に虜にした 考古学の魅力そして世界の古代文明あるいはそれを形成するです、ね、文化遺産この重要性というようなものについてですねお話ししたいと思っておりますさて今ご覧になっていただいているのがですねこれが現在私が勤務する奈良国立博物館です のこれは旧本館なんですけれどもね、えー、我々の奈良国立博物館は東京国立博物館に続いて2番目にですね開館した日本で2番目に古いですね博物館なんですね。今この建物は奈良仏像館というふうになっておりまして常時100体のですね仏像が見ることができます。えー、ただだですね見てください このですね庭には野生のこれ天然記念物なんですけれどもお鹿がおります。世界広しといえでもですね野生の鹿が国立博物館の庭をカッポしているなんていうのはですねおそらくはここなら国立博物館だけだろうというふうに思います。そしてですねこのですねシ夏場にはなぜかこうやって集まるんです。 えー、そしてですねさらにこういうふうなこんなにですね集まるんですが本当に実に実に不思議ですね、えー、ぜひですね一度こうした鹿を見るのではなく、えー、奈良国立博物館のです、ね、作品を見にですねどうぞいらしていただければというふうに思っています。 私はですねこの奈良国立博物館にはちょうどですね2年前の4月に赴任いたしましたけれどもそれまでは上野にあります東京国立博物館に勤務しておりましたその間ですねこの成城大学に26年間博物館学の考古学という事業を担当させていただいておりましたえー、っとですねあの この成城、ね、大学、えー、かつてはですね縄文のお父あるいはですね日本戦士学のお父というふうにい、えー、われていた山之内菅生というです、ね、本当に超一流のです、ねえー、研究者があいらっしゃいました、えー、考古学の世界ではその山之内菅生というです、ね、先生の名前を知らなかったらば「潜り」と。 いうふうに言われるぐらいの存在の先生でありますこちらがその山内須賀尾先生この須賀尾というふうにこれで読みます山内先生はですね日本全国のこの縄文土器のですねこの形の変遷というふうなものをですねしっかりと調べましてねそれをですね時期ごとにこう縦に並べると いうふうなことで、まあ考古学の用語ですと形式学的変年というふうなものを組み立ったわけです。それとともに縄文土器のですね表面には皆さんご存知のように縄目がついてますよね。この縄目の文様がですね縄文原体というふうに言われるですね。この植物繊維をよった紐、あるいはそれをですね紐、えー、と棒に巻いた そういうふうな道具をですね土器の表面に当てたりあるいは転がしたりして文様をつけたんだっていうことをですね今では当たり前かもしれませんけれどもこういうことを解明された先生でも有名であるいはまたですね縄文時代の開始これはいつぐらいまで遡るんだろうかとか。 弥生時代の農耕についての問題もですね深く研究されたことで有名なんですねそれでですねこの先生先ほど縄文現代というふうに言いましたけれどもこれなんですねあの紐をよってですねそしてあるいは棒に巻きつけてこれを転がしたり当てたりして文様をつけていたんですで、この縄文っていうのはですね明治10年にエドワードモースが え大森貝塚を発掘したということではもう皆さんご存知だろうと思いますその時に実は縄文土器が発見されているんですけれどもその時は縄文土器って名称がなかったただ縄目がついたっていうようなことであそこに英語書いてありますけれども「コード・マーク・ト・ートリー」っていうようなことでそれを縄文土器というふうに言うようになったということであります。 えー、そして、えー、山内先生があこの成城大学でですね教鞭を取られていたこういうふうなことをですね知っている先生もですね本当に残念なことですけれども、えー、少なくなってしまったわけですね。 山内先生はですね、この静岡大学に昭和三十七年から教鞭を取りながら日本戦死学の研究に邁進されたわけであります。ここに書いてありますように、静岡大学はかつて戦死考古学のおメッカだったわけです。信じられないかもしれませんけれども、当時はですね、山内先生のもとにですね、多くのですね縄文の研究者が集まり。 そしてです、ね、この「戦士考古学」をここを中心にしてです、ね、盛り上げていったという歴史もあるんですね。さて今の山之先生実はですねそういう有名な先生がいらっしゃったんだったらばこの大学に考古学研究室があってもおかしくはない。にもかかわらず考古学研究室はおろか考古学の講座すらない。 え不思議ですね。いろいろと調べてみますとね、やはり山内先生、研究者としては超一流の先生だったんですけど、けん大学人としては少しですね、なんかあの問題図のようなところがあったように聞いております。えー、まあそれはさておきでございますけれども、えー、私をですね、考古学の この世界にというか考古学研究者のですねえ道に向かわせたっていうのはですねえ中学校3年生の時に体験させていただいた発掘調査なんですね。これ見てください左側のは縦穴式住居って言われているものでえさらに右側はそれをですね大家を復元したものです。 えただ、えー、これはですね、えー、私その中学校の頃は写真持ってカメラ持っていませんので、えー、その写真はですね他の方からいろいろとどっかにないかなっていうふうなことでですね探しても,もらったんですけれども残念ながらなかったんでこれは他の遺跡のものだというふうにお考えくださいえー、そして復元も他の遺跡のものを復元してありますえー、そしてですねまああの私が調査に参加させていただいたのはですね。 神奈川県の、えー、津久井湖でご存知でしょうかねその津久井湖のお近くに、えー、その当時私のですね中学校の校長先生の妹さんの畑がありましてその畑をですね掘らしていただいたんですそうしましたらねここは出るわ出るわって何が出るかというと土器や石器がですね本当に出るわ出るわなんですそしてこの縦穴式住居も出たわけであります あととはお祭りりののいいうふうなものも出てまいりましたその竪穴式住居の真ん中からですね本当にですねその当時の人が火を使った跡それが分かるですね真っ赤に焼けた土が出てきたんですね今スライドの右下これを見ていただくとよくお分かりになるんじゃないかなというふうに思うんですね。 どんなに使われていたかというと今左上そしてその下のスライドを見ていただければお分かりになるかなと思いますけれども私はですね本当にこの時まるでタイムマシンに乗ったような気分になりましてねこの時決めましたねあの考古学者になりたいんだというふうなことです。そそしてそれから私は考古学のです、ね、魅力に どどんどんはままっっていったわけであります、えー、ちょっと勘違いされるかもしれませんけれどもインディ・ジョーンズっていうと本当は考古学者なんですよあの冒険家の,のように見えますけれどもねあの絵が描いてますけれども、えー、私は彼のようにとは言いませんけれどもというふうにかく考古学者になりたいというふうに思ったわけであります。 そして先ほども言いましたように考古学者に憧れ大学大学院で考古学を学びました。その間ですね私は、まあ、生まれが神奈川ということもあって関東地方を中心にですねさまざまな遺跡を発掘してまいりました。私の専門はですね日本の考古学特に銅箔や銅剣銅矛銅貨といった銘銅器文化。 というものを中心に研究していますけれども大学院でですね私は外国の考古学も学んだわけですその中で私が特に興味を引いたのが西アジアの考古学でした西アジアといえばメソポタミア文明でありますそのメソポタミア文明この地をですね 発掘をを、する機会をです、ね、実は大学院の時に、えー、当時の私のですね先生が与えてくださいましたその場所は遠く日本から約9,000キロ離れた西へ9,000キロ離れたですね地中海のどん詰まりになりますけれどもシリアという国にあります。ん、ここかなんです。えー ここでですねシリアの世界遺産というふうなものについてお話をしたいと思いますけれどもまずですねこの今イラクシリアのところに赤いマークがしてありますけれどもここがですねよく歴史の教科書でも皆さん習ったと思いますけれども「肥沃な三日月地帯」と。 いうふうに言われるところでありまして、えそしてこの右側の地図の下の方のあの川なんですけどこれがまあ上あの右側がチグリス川、左側がユーフラテス川ということで、このシリア側に走っているのがユーフラテス川です。えそしてこれが私が一番最初に見た1982年に見たユーフラテス川の流れであります。 えー、スライドが時代を物語っていると思うんですけれどもね、えー、そしてそのほとりにあるこれはジュラ・ユーロボスという遺跡なんですけれども、えー、そしてこれが若かりし頃の私でございました、えー、そしてシリアの位置をもう一度確認しておきましょう、えー、こういう北はトルコ東はイラク、えー、そして南はヨルダンに西側にはレバノンというです、ね、中海のどん詰まりといったのはこういう位置関係にあると。 いうこの世界遺産とはです、ね、地球の生成と人類の歴史によって生み出されまして過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物であります。現在を生きる世界中の人々が過去から引き継ぎ未来へと伝えていかなければならない。 人です。この世界遺産というのはですねこれですねあの世界ではですねこれ文化遺産そして自然遺産というふうなものそしてもう一つ複合遺産というふうに分かれてますけれども世界的に見るとこの世界遺産全世界では現在ではですね1,154件あります。 その中で文化遺産というのは897件もあって自然遺産が218件そして複合遺産が39件となっているんですけれども日本にももちろん世界遺産はありますこのうちその日本では文化遺産が20件そして文化遺産が5件の登録を受けているということであります。さてこの6つのつ世界遺産 ポンポンポンとちょっと見ていきましょう。まずはあ古代都市ダマスクス、これ首都です。えー、ここはですね、旧石器時代からこうやって周りに集まって、えー、だん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 村ができ、町ができ、都市ができっていうようなそんな風なところなんですね、えー。今や大都会であります、えー。町にはですね、こうやって、えー、ミナレットっていうのがあるんですけれども、ここは、えー、ウマヤドモスクというですねシリアにおけるイスラム教の聖地であります。 そしてこれが内側、そしてこれはダマスカス国立博物館です。でこれがですねその有名なそれぞれ作品なんですけども、実は1977年にですね東京国立博物館で古代シリア展というのを開催しています。その時に来た異物類でもあります。そして街はこんなに賑やかだったんですね。ところがですね。 IS の侵攻あり内戦がありというふうなことでですね今こういうふうな風景というのもです、ねえー、見ることができなくなっているようですただ少しずつですけれどもねこういうふうなにぎ、ね、わいが戻ってきているというふうには聞いております次に、えー、これはですね古代都市ボスラこれはローマ時代2世紀,2世紀のですね ロ、えーマ劇場これですね6,000人も収容できる今でも使えるこれまあローマ劇場なんですなんと1980年にはですねあの日本の有名な歌手であります北島三郎さんがここで、えー、コンサートも開いてるというふうなところであります、えー、そしてこれは皆さんお聞きになったことはあるかもしれません 世界で最も美しい廃墟と言われているパルミラ遺跡ですそこには中央には1.2キロも続く列柱道路そして奥あの列柱道路とあとは左が上にあるのは外線門と言われるものそしてこれはベル神殿さらにはこれは塔墓と言われるですね貴族のお墓なんですねこういうふうなもの あとはこれはボスらに比べればよっぽど小規模なものなんですけれどもやはり円形劇場半円形の円形劇場なんですけれどもこれもローマ劇場ですそしてその近くにあるこれはパルミラ国立博物館ですさらにはその収蔵品と左側のコインの主は実はこのパルミラ最後のですねオート して、えー、女王として君臨したあ女王ゼノビアであります、えー、そしてここの夕日は本当にきれいでですね私はあ正常で、えー、教壇に立っていた時にこのスライドもお見せしたことあるんですね、えー、学生には、えー、特に男子学生に言ったことは「ここで、えー、愛の告白をするとうまくいくぞと」と、えー「誰しもが詩人になれる」と。 いうような非常にロマンチックなところなんですね、えー、ぜひぜひ行ってくださいって言ってたんですが残念ながら今は入れなくなってしまっています えそして古代都市アレッポこれはですね日本でいうと先ほどのダマスカスが東京のようなあところ東京大阪のようなその産業がねわあっと華やいているところなんですけれどもアレッポっていうのはどちらかというとですね京都のような建つまいの町であります中央には十字軍のお城がありまして右側にはやはり馬屋とモスクがありますえそしてこういう町並みがありこれが アレッポ国立博物館この内部にはこのような肖像品が所狭しと並んでいますそしてこれは12軍のお城クラク・デ・シュバリエとカラット・サフィア・アディーンっていうところなんですけれども特に左側の写真はクラク・デ・シュバリエなんですけど皆さんは「アラビアのロレンス」っていう映画を見たことありますか 皆このですねアラビアのロレンスの主人公アラビアの、まあ、ローレンス、えー、彼が卒論で扱ったあお城なんですね。えー、そして、えー、最後にはアシリア北部のですね古代尊楽軍っていうのがですね2011年に世界遺産になってるんですけども残念ながらこの6つとも今はですね 危機遺産に登録されてしまっているというふうなことになっているわけですさてもう一度これシリア全土の地図ですけれども私がですね、主にこの1982年から先ほど私をですねシリアの地に連れてってくださった増田誠一という先生がいらっしゃいますこの先生とともに発掘に当たったのがアレッポのちょうど北側ここです ここにですね、えー、イドリブという町があって皆さん今イドリブという地名を聞いたことがあるんじゃないですか、えー、IS でめちゃくちゃにされたところでもあるんですがもう一つトルコ国境で、えー、大きな地震があり多くの方々があ犠牲になりました。シリリア側でではこのイドリブという町がですね 大きな打撃を受けてししままいました、まあ、この遺跡は町から少し離れてますから、えー、人々がうどうなってるかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけれども、えー、まあ,あ無事であることを祈るしかないんですけれどもさて、えー、この遺跡こう見るとですね 日本の古墳のように見えると思うんですけれども実はここに古代の都市が埋まっているというふうなことなんですこれをテルマストゥマっていう遺跡として我々は発掘をしておりましたこんな状況でありましてこれはタコ写真を使っておりますけれどもそれぞれの区画が見えると思うんですけれどもこれはこんなふうに区画があります それ一つ一つがですねこれが古代の住居の跡ですこうやって発掘をしていくわけでありますそこから出てきたシリンダーシールというようなものだとかまあハンコのようなものですねあとは封印するものとしてこういうものが出動しましたあとは生活の用具として土器 えー、あるいは鉄器動機といいううようなものもの出ています、えー、彼らとはこんなふうな形で和気あいあいとやってたんですがまあ日本のワーカーに比べたら全然働かないまあとにかくですね彼らをですね一緒に働こうよっていうふうにするためには本当に苦労しましたね、えー、お国柄でもあるかもしれませんただ彼らに何か出てきたらば絶対に私に知らせてくれと。 いうふうふにしたわけですあその前に我々は5人ぐらいのチームでこの地に行ってたんですけれども、えー、現地で100名ぐらいのワーカーを雇い、えー、そして私が担当するのでもまあ約20人ぐらいのですねワーカーを担当しなきゃいけないんですけどもそのワーカーたちにえ何か出たらばすぐ知らせてねって自分があっちもこっちもなんて目が届きませんので。 そちょっと右画面のぎりぎりぐらいのところから出てきたものがあったんですけれどもある時こういう状態の時です、ね「井上!」ってあのこんなものが出てきたとこんなものっていうのでこうやってお手玉状で持ってきたのがあるんですよ。何だと思います もう私は本当にびっくりしましたね。なんと頭蓋骨シャレ神戸ですよ。日本人だったらありえないことだと思うんですね。それをこうお手玉風にそれも何となこうやってね出てきましたっていうんだったらまだ話は別ですよ。ところがそれどこから出たんだって言ったらですねあっちって言うんですねで。そこへ行ってみると 首なし死体がずっとですねきれいにですね出ていたんですねその時にですねもうとにかく戻すとにかく戻してよとそしてもうとにかく何てあんたたちはそんなふうに平気でそんな骨をね扱っちゃうんだってかわいそうだろうっていうふうな形でそれでその後私たち日本人だけはですねこう手を合わせてですねお祈りを捧げていたらですね笑うんです。 それででなんの「あんた方ねこんなひどいことやっててね笑うなんておかしいでしょ」って言ったらば彼らが私たちに言ったのは「何言ってんだと」と日本人は死体を焼くそうじゃないかとイスラム教は焼かないんですね。で土葬、えー、なんです。でこのですね日本の風習として仮装人間を焼いてしまう。 その方がよっぽどですね、かわいそうじゃないかと妙に納得したところがあってですね、なるほどねとでただやっぱりそこでですね私は感じたのはまあ価値観の違いというふうなあことこれは本当に感じましたねでもここでですね私はいい勉強させてもらいました例えばあの今ね。 ちょっと時計外してますけど時計があって「この時計誰の?」って言われるわけです現場でですねこれ私にじゃないかっていや違うこれはアンラーなものだというわけですそして「じゃあこの洋服は?」って聞かれると「これは私が買ったんだから私のものではないか」違うこれもアンラーのものである」最後に私を指して井上「じゃあお前こそ誰のものだ?」 当然ですよねこれこそ私自身だと言ったのはそれがお前の大きな誤りだとこれこそがアンラーのものなんだとこれを聞いた時にですね繰り返しになりますけれどもなるほどと価値観の違いっていうのはこういうところから出てくるのかとやはり 宗教というふうなものがです、ね、しっかりとです、ね、彼らの生活の中に、えーまあ、あの浸透しているんですね。だからこそです、ね、これは負の部分でありますけれどもテロの時にです、ね、若者がダイナマイトをです、ね、腰に巻き相手方へ突進してしまうというようなそんなことも起こりうるのかと。 いうふうなこと思った次第でありますそしてもう一つはやはり骨に対する思いです骨に対する扱い方これが違うというふうなことを本当に思い知らされましたそこで私がですね工学をやってて特にこの骨だとかお墓だとかっていうふうなものにですねやはりかなりなんていうんでしょうかね 神経を尖らせる部分っていうのがあったわけです。そしてその当時の人々の思いっていうのはどうだったのかっていうのを常に考えながらお墓の調査っていうようなこともやってきたのも事実であります。その中で日本では弥生時代に再相母というですね母性がですね。 これは関東地方から北南東北地方に主体的に見られるものなんですけれどもこれはですね一度死体をこう葬るわけです。それを取り出してそれを洗い落としそれをもう一度こういうふうな亀に土器に入れて。 そしてもう一度収めるということで再び埋葬するっていうふうなこと要するに複次的な埋葬儀礼を行うというふうなことでこれを再というふうふに呼んでいるんででるすそしてこれは私が勤務していた東京国立博物館のコレクションの一つなんですけどこれも再の一つなんです、ね、こうやって顔がついたです、ね、土器が出てくるんです。この中に 骨を入れて、そして埋めるということなんですね。まあ私はこの顔ツに関してはですね、私今ひ生やしてますけどね。ちょっとひげのように見えませんか？でも私はこれはおそらくは女性を表しているのではないか。そこで女性の体内、要するにこの土器の中にこの骨を 返すっていうふうなことは母体にですねその人間を戻してあげるそしてまた再生してもらうそんなふうな再生の概念というふうなものがあったのではないかなというふうには思っていたんですけれどもなぜそんなに気持ち悪いことをするのかというようなことも思っていましたところが日本でもまだあるんですこれは沖縄先島地域キッコーバカっていうのをご存知ですか。 これは亀の甲羅の墓ってきますけど、これあのスライドを見ていただくと、この中央部の天井部が亀の甲羅のような形してますね。え、そしてこの内部にはですね、入ると本当にこの天井部ではこのくらいあるんです。ですのでね、中でえーまあずっとま動き回ることもできますけれども、この内部はどうなってるかというとこうなってるんです。 そして今です、ね、この白い亀が置いてありますけれどもこういうところに死体をある一定の期間置いとくんですそして腐るのを待ってそれを出して近くにある小川であるとか川であるとかあるいは海であるとかというふうなところで洗うんです。洗ってそれをこの後ろにある亀「ずし亀」っていうふうに呼んでますけれどもこのずし亀に収めるんです。 でえー、そして、えー、もう一度この亀甲バカの中に入れるということなんですね。ですので骨を洗うということで仙骨層骨を洗う仙骨層というふうに呼ばれてるんですけどもこういう種族というふうなものがですね、えー、まだまだ、えー、日本でも残っている地域があるというふうなことです。えー、そうすするとですねこれまさに 再というふうふなことまさに再送を行っているわけですけれどももう一つ群馬県のこれ八ツ萩って読みますけれども八つ洞窟ここからはですね同じ再送墓なんですけれどもこれ今ネックレスにしてますがこれは人の歯あるいは指の骨なんです。ここれれをネックレスにしているでこれもやはり こんな何でした死人のその骨歯なんかを身につけるんだっていうふうに思われるかもしれないでも親族にとってはこれはですね重要な行為なんですねそれをですね私は「父親を掘る」というふうに書いてありますけれども私は 実は父親を掘ったんです、えー、多くの考古学研究者がいるでしょうが自分の父親を掘った考古学研究者ってなかなかいないんじゃないかなとひそ、えー、かに自慢はしてますけれどもこんな自慢にはならんかもしれない、えー、父親が亡くなったのが昭和34年私が3つの時でありましたその当時はですね神奈川の田舎っていうのはいいもんですね 古いい埋埋葬葬方方方法法と新しい埋葬方法両方選べたそうですつまり土葬か仮葬か、えー、我が祖母は古い人間でしたので当然土葬にしてくれというふうなことで、えー、土葬になりましたそして、えー、お墓というのはですね、えー、我が家のお墓っていうのは家があってその裏にお墓があるそんな形態だったんですね。 そそそれは当時ののの地域のお墓ってみんなそうですただ家だけは別のところに引っ越してしまってお墓だけが残っていたそのお墓の位置というのが川の本当に近くだったある時その川の河川改修というふうなことが問題として起こってまいりましてね河川改修でこう蛇行した この川の真ん中にあるその我が家の墓あるいはご近所の墓もあるんですがそこのところをですね突っ切るようにこの川の流れをまっすぐにしたいという計画があったんですね。それでさあでどうするんだろうと周りは近所はどうすんのかなと思っていて静観視してたんですがそうしたらですね まああの墓石屋さんに頼んで皆さんご存知ですかあの小型のユンボってお分かりになりますかねまあ小型のシャベルみたいなもんですねそれでですねお墓をこう掘ってそしてそこら辺に人骨いっぱい出てるんですよそれをポンポンポンとちょっと払ってその先ほどのまあ白い亀に収めてそれおしまいと私はそれを見てですねなんと嘆かわしいと思ってですね 私は兄弟たちに、えー、発掘をやるぞというふうに宣言をしましてただし条件が一つあると兄弟、そしてその配偶者そのみんながとにかくその発掘をやることに対して賛成してくれたんならばやりましょうというふうにしてみんながぜひやってくれということでよしやろうとただ発掘ってですね一人じゃできないんです。 測量もしなければいけないしいろんなことを掘るのも大変なんですね災難なのは我が後輩たちでありました後輩たちに頭を下げてとにかく頼むとうちのお墓を掘りたいんだと助けてくれというふうに言ったんですけどねそしたらば後輩たちは もう勘弁してよって井上さんの,家のお墓なんか嫌だよと特にお父さんが埋まってんでしょみたいな感じでね言われてですねそこをなんとか拝み倒して発掘をやったわけです。そしてですね発掘を始め,ますとね始めるときにはですね大体その土地にどういうふうな時代の文化層があるのか例えば平安時代のものがあるのか。 その下の奈良時代古墳時代があるのかどうなのかっていうようなことをですねその土葬を調べるんですねそのために2 m るーー2 m ーーぐらいの正方形のピットをもう私は間違いなく一番早めに何としても父親に会いたかった。ということでここにあなたのお父さんが眠ってんだってずっと言われ続けてきた。 ところにテストピットを入れ,られるんです。ホレードもホレードも。出てこない。もう私は嘘をつかれたんじゃないかなというふうに思いましたよ。ところが考古学ですとね。最後のダメ押し。っていうときに、最後のワンスコップっていう、最後ワンスコっていうのがあるんですね。そのワンスコを入れたときに。なんと革靴が出たんです。 この革靴が出たらば骨残ってますよ果たしてつま先からですねこの頭のてっぺんまできれいに出てきましたも,もちろん肉は落ちてましたけどねで骨だけはきれいに出てきましたその結果あですね分かったことは非常にあの小柄な父親だったなと思うんですね162.5しかありませんでした 発掘とそういういれと同時にですねここにですね金歯一つ入れてたんです笑うとちょっと気持ち悪いおやじだったんじゃないかなっていうふうなことまで分かる、えー、ただ骨太だったっていうふうなあことなんですね。あのまあ、そういうことがあ分かって父親と対面したんですけども兄弟たちがそのお骨,骨の父親とどう対面するかっていうふうなことを思ってたんですけども。 みんな気持ち悪いと思うのかなと思ったらですね、本当にその布でタオルでこの骨をこう愛おしむようにこう撫でていたんですね。で、えー、私はあの姉が二人、そして弟が一人います。で、弟は生後をですね、四ヶ月で父を亡くしてますので、全くわからないはずです。 その彼もですね一言も言わずにその父親と対面しているその姿っていうものにですね私はあこういうふうなことっていうその機会っていうものがものすごく重要なんだなっていうのは思ったんです。そそそのの後れれいに骨をを洗いそして田舎の良さででで本来であればそれをですね えっと祭場に持って行って焼かないといけないんですけれどもそこにご大事のご住職が立ち会ってくれればそこで延べの送りができる焼けるというふうなことだったんですねそれゆえにそこで当然焼いてもらいましてそしてそれをお骨壺に入れてそして母親が用意していた新たなあお墓 それは菩提寺に用意してくれていたお墓に入れたんですけれどもその時にとにかく私が思ったのは身内の人間というのはやはりですね亡くなったその例えば私の場合は父親でしたけれども父親にこうやって会うことができるこれは副次的なそのえそう 葬儀ですね、それをやることによって会ううこことととがでできるというふうなことでありますこれこそがおそらくは約2,000年前にですね弥生人たちが行った再倉庫この真髄だったんじゃないかなというふうに思って私はその時やっとその弥生人の気持ちになることができたなと思っています。 そして先ほどネックレスのことで気持ち悪いいいと思ってるる人がいるかもしれないでも私はですねかつてこの話を学生にした時にある学生女,女学生でしたが私の目の前に授業のあと現れて実は私のお母さんが父親の本当にこの指の 骨の一部を大事にペンダントに入れています。私は気持ち悪いからやめてよっていうふうに言ってしまってたと。ところが今日の話を聞いて。お母さんに謝ろうと思いますと。思いがけずあの考古学もあの。 親子の絆を深めるそういうふうなですね役割もしてるんだなというふうに思いましたけどもまあさて私はその後いろんな世界を見たかったそしていろんな文明を見たかったというふうなことでそれぞれのですね古代文明のですねその文明のふるさとというところをいろいろと回り いいろんな調査もししてまいりましたまりたずはエジプト文明のこののギザのピラミッドでありますこれはメンカブラカフラギあのクフというふうな有名なピラミッドがありますけれどもこの前にはスフィンクスがあるそしてこれはツタンカーメンの墓これはルクソールというところにありますけれども手前の本当に入り口があるんですけれどもねここではこんなふうなツタンカーメンのですね えー、黄金のマスクこれが一度だけ日本に来たことがありますこれも東京国立博物館で、えー、展覧会をしましてなんとその時の入場者数は120万人というふうなあことであります、えー、ちなみにその120万人を超えたのがモナリザの150万人でありますもう本当にすごいですねただまあこういうふうなあですね ツ、えー、タンカーメンの墓をです、ね、発見したのが1922年、えー、これはイギリスのです、ねえー、エジプト学者であります、えー、これはハワード・カーターというです、ね、学者が発見したわけでありますけれども1922年実は去年年がツタンンカーメン発掘100周年だったんででですすので世界でもいろんなところでですねツタンカーメン店ツタンカーメン店って。 やってたんです、えー、東博でもやってくんないかというふうな話もあったんですけれどもギャランティーがものすごく高い、えー、そんなふうなギャランティーが高いのはできないというふうなことで <laughs> あのお言葉した経緯もございますけれどもとにかくこういうふうなカーターによってですね発掘されたツタンカーメンの墓その副葬品たるやもうおびただしいものがありました。こんな感じですよ。 そしてこれは今あのお墓なんですけど今ははこれはレプリカがこれ入ってます。本物はあのー、今、えー、カイロの高校博物館にありまして、えー、そして、えー、もうすぐうです、ね、開館を迎えるとは思いますけれどもエジプトでは今ギザのこのピラミッドの先ほどもお見せしたギザのピラミッドの近くに巨大なグレイト・エジプシャン・ミュージアムっていうです、ね、本当に一辺8 0 0ートルを超えるような巨大な博物館を 立ててますそこに移されるというふうな計画が立てられていますこういうふうなものこれが3000年以上前のものですよこれはすごいなというふうに思いますよねそしてハトシェプト女王の総裁でここではですねこのハトシェプト女王っていうのはエジプト唯一女性のファラオでありますそしてここではですね ルクソール事件って覚えてらっしゃる方あそうか皆さんは若いから覚えてないかもしれないこれはですね1997年にですねあのイスラム原理主義の関激者たちによっているテロがありまして日本人の10人の観光客を含むです、ね、多くの、えー、観光客が射殺されたというふうなことで悲惨なあ状況があったんですけれどもまああの でもここ,ここはやっぱり見ておくべきところの一つだろうとは思いますけれどもね、えー、さて、えー、そして、えー、これがあカルナック神殿こんなふうな巨大な石を積みこそれも全部彫刻してあるんですよ気の遠くなるような産業だろうなと思いますそしてアブシンベルですね、えー、こういうふうなものがありますさて中国文明といえばあ皆さんよく知っている万里の長城であります。えー このの万これは一時期に築かれたものではなくて戦国時代からずっとルール,ルとあの連綿としてこうつながってこの築かれていたわけでありますけれども2012年にですねそれまではこの全部総延長がですねこの距離が大体880じゃない8851キロぐらいというふうに言ってたんですけれども測り直してみるとそうではなくてですね なんと全長がですね万ピラミッド見た時も私すごいなと思いましたけどあれ平地にこうやって石をこうやって積んでるんですでも石を積んでるっていってもあの石は一辺が1 2 0ンチとか1 3 0ンチあるんですよそれを230万個から300万個積み上げてああいうものを作るっていうのも大変だろうなと思いますが。 これはこういう尾根ですね、石と、あとはブロックで、こう、それが。気の遠くなるような作業ですね。びっくりですよ。そしてもう一つ、ええー、この八千点ものですね。 8000体ものこの,、えー、この平馬硫黄というものが発見されたことでも有名ですね真の始皇帝の,です、ね、のためにもこういうふうなものが作られ埋められたと言われているんですけれども、えっと、このですねこれは1974年にですねこれはヨウさんというです、ね、これはあの農夫の方ですこれは自分のところのです、ね、果樹園これを掘ってたらですね なんかさっきの話じゃないですけど頭蓋骨が出てきたとでこれ頭蓋骨じゃなかったんですよ羊の頭だったんですねそれがきっかけでなんとこれだけ発見があったということであります続いてはパキスタンこれはインダス文明でありますねでパキスタンではモヘンジョダウこれは パキスタンの,お札,のひょお札にもなっているデザインですそして原っぱっていう原っぱっていう現地の言葉ではですねすべてをが飲み込まれちゃったっていうようなそんな意味なんですねこれは洪水が頻繁に起こっていたというふうなこところ川に飲み込まれてしまうというふうな古代の人々がそういうふうにつけたと言われているものでありますそしてこういうふうな常神官の王像というものが出ております。 これはこんなに小っちゃいんないですすけどねいいものでであります、まあ、ここでインダス文明っていうとですねインダス文字っていうふうなことも言われますけどもこのインダス文字はよく分かっていないんですまだ解読されていない文字の一つであります、えー、そしてまた出てまいりましたまた出てこれ出すには意味があるんですなぜかというと皆さんこの最後の聖戦これご覧になった方いますこれですね 実はこういうシーンが出てくるんですそしてこれインリー・ジョーンズが馬に乗ってこれ行くんですけれどもこの先がこうなってるんですこれですね実写なんですおそら,らくインリー・ジョーンズあの映画制作者の中にはシンクタンクとして考古学者がいるなと私は思ってますこれは古代ナバタイ王国 まああ大体ローマ平行期ですけれども、えー、が岩をもうこれさなんです岩をこうくり抜いてああいう風な宮殿を,を作っているん宮殿神殿を作っているんですね。あのえカズネっていうですね宝、えー、ここに眠るっていうような意味合いがあるところであります。ただ外はこうなってますけど中はあの映画のようになってません。えー、ただ 映画見てくださいあれ面白いですよ、えー、というふうなことそういうふうなものがありますよというふうなことでありますこれがペトラという遺跡でありますこれも世界遺産になっているところであります、えー、そして、えー、ポンと今昔はですね。皆さんの頃はどう習ったか分かりません我々の頃は少なくとも4大世界は四大,大文明であるというふうに教わったと思いますけれどもどうですか皆さん 大,大天運って言ってる人はある程度の年代の人だと思いますけれども今は少なくともですね六大文明っていうふうな形でアメリカ中南米とあとは南アメリカのメソアメリカとアンデスというふうなものを加えて六大文明というふうなものが少なくともいわれるただ研究が進んでもっともっともう大河のところにはもう文明があるんだというふうなことで多くの文明がただ今はまだまだ発掘が進んでいないんで。 まだそのですね内容というものがよく分かっていないだけでありまして本来は多くの文明が世界各地には広がっていたということが分かってきていますこれはテオテアカン遺跡ということでメキシコにあるものですこれは先ほどのピラミッドとは違うんですけれどもこのよは同じようなピラミッドが作られているんですね 人間って考えることっていうのはそんなに変わってないなというふうにつくづく思うわけです、えー、そして、えー、これもピラミッドそして一部復元しているのはこんな奇妙なピラミッドも作っているんです、えー、そして宣伝です、えー、これはですねこの古代メキシコ展これをですね私が東京国立博物館にいる間に、えー、企画に挙げさせていただいたものの一つでですね思い入れが強いその その後我が後輩たちが一生懸命メキシコと交渉してです、ね、おそらく素晴らしい内容になるであろうこれだけの古代メキシコの考古遺物をまとめて持ってくるなんていうことは今までなかったこういうふうなものが6月の16日から9月の3日まで東京国立博物館でありますのでぜひぜひ見ていただければというふうふに思います。さて 海外のことばっかり言ってんのかとお前はとはいうふうになりますけれども、日本も捨てたもんではありません。このですね、これは一昨年にこの縄文が世界遺産になったということは皆さんもよくご存知だろうと思います。これは北海道北東北の縄文遺跡群というふうなことでなってますが、これはですね、本当にですね、この 自然と共に生きてそして平和で協調的な社会を形成していたことっていうのをこれはそのですねこの遺跡群というものが顕著で普遍的な価値を持つという世界遺産登録の基準に合致しておりましてこれは今日のですね SDGs にもつながる私たちへの大切なメッセージを示唆してくれるそんな遺跡なわけでありますそして縄文といえばこういうねこれは火炎型土器とそして社交器土具と言われている日本を代表する航行品であります縄文時代の航行品でありますが特に左側の縄文土器というのがですね これ大体いい4,500年から5,000年前のものなんですけれどもその当時の世界の戦死時を見てみると圧倒的に造形的に素晴らしいですね造形美を誇っているその世界戦死時の中で群を抜いたですね造形力を持った時がこここんな小さなその島国にあるんです。 日本の土器文化っていうのは世界にカたる土器文化を持っているんだっていうふうなことであります。そして隣の土偶も非常に宇宙人説も出るぐらい非常にですね面白い土偶でありますけれども、この土偶も非常にこれ中空なんですよ。本当に見た目はちょっと重そうですけれども持つと軽い、えー。成功にできています。こういうふうな土偶も他の地域と比べるとよっぽど成功にできています。 えー、ただこういうですねことがれはですね縄文時代っていうのはあ皆さんよくご存知のように修猟漁労採集というような、えー、それを基調といたします、まあ、いわゆる食料採集経済にあったわけでありますけれども、えー、人々っていうものはその定住的な生活を 縄文時代にはもういんでいたっていうことが分かってきております。で、この定住化っていうのが非常に重要な意味を持ちます。この定住することによってですね、人々っていうものは余暇の時間っていうふうなものをですね設けることができた。その時間を利用してですね、これが美術というふうなものを生み出すきっかけというものを作ったんだというふうなことに今考えられているわけであります。 そして、縄文の美の発見といえば、この人誰だかご存知ですか。今、にわかに、この人のブームが来ております。えー、岡本太郎。芸術はばかずだっていうふうなことでですね。この方はですね、もう本当に、私はこの人、すごい芸術家だなとは思いますけれども。この方の絵はですね、私は嫌いなんです。あの、なぜ嫌いかというとですね。 その絵のの絵前に立つので、ね、心が、ね、ザワザワしちゃうんですですもこの心がざわざわするっていうことはそれだけエネルギーを持った絵なんだなと逆説的に言えばですねところがこの立体造形この方の絶対造形を見るとです、ね、一気に親しみ湧くんですそれは彼の造形の胸元には源にはおそらくはですね 縄文的思考というふうなものがあるんではないかなっていうふうなことを思うから。そして、私も縄文を勉強した。そういうところで,ですね。何かシンパシーを感じるところがあるのかもしれない。そして、な,なぜ彼によって縄文の美が発見されたかとて言いますとね。それまでは。もう、土から出てきたものなんかもう、高校品なんかもう、汚い汚いなんて、美術の領域で扱ってもらえなかったんです。ところが、彼が1900 五十一年にパリから帰国します。まあパリで勉強してたんですけどね。で彼はあの文化人類学だとかいろんなことも絵の絵以外にも勉強していました、えー。そういうこともあってなのかもしれませんけれども、まあいずれにしろ、えー、彼が千九百五十一年に帰国し、えー、かつて日本には自分が求めるものは何もないということでパリにも行ってるんですよ。でもパリで勉強を積んだあ岡本が 戻ってきて、そして東京国立博物館に来て縄文土器と出会うんです。その時の感動を水絵という文書、あ、水絵という雑誌にですね、縄文土器論ということ、あのこのこう書いてありますよ。四次元との対話、縄文土器論というふうな文章を書いています。これはですね、このすさめすさは見るものを根底から揺さぶり、身の内に異様な階調を共鳴させる。それは 慣習的な神秘眼では絶対に捉えることのできない力の躍動と強靭な均衡なのであると非常に気丈なアシンメトリーそのたくましい不協和のバランスこれこそ我らが縄文時によって学ぶべき大きな課題であると私は信じるとこういう文章を書いているんですこれによってまず岡本の周りの人間が刺激され 縄文土器というふうふなものを見直すすんですまずは建築界であったりあるいは美術業界が見直してそしてやっと日本の美術史が認めるようになり今や日本美術史を語るときに第1ページを飾るのは縄文土器縄文土偶というふうにもなってますし今はさらに旧石器の石器の美というふうなものも 扱われるようにもなっているわけですそして今やこういうふうなものはこれ誰がデザインしたかわかります一世見分けでありますよそしてこういうものを元にしてこんなものも作っちゃってるんですさらにはですねこれは青森県の先ほど世界遺産になったあところの一つの遺跡でもありますけれども縄文のポシェットと 言われるものなんですけどこのポシェットこれ斜めになってますけどこれデザインなんですよ非常に綺麗な可愛らしいデザイン。この中に1個だけくるみが入っていこういうふうなものそれをモチーフにしてこういうふうにやっているとこれは世界の吉田が作ってます。まあそういうふうなことでありましてこういうふうなですねえミミズ型道具これを元にしてこんなふうなグッズも結構人気なんですよ いこれはクッションですけどね。ね、こんなふうなものもやっている。さて、じゃあ今見てきたようになぜ我々は古代文明を学ぶのかというふうなことであります。今見てきたさまざまな文明を古来的に集めてありますけれども、まさにまあ栄光盛衰であります。世界で起こったさまざまな文明。 私たちはそれを見ることで,です、ね、私たちの今後の社会がどのようになっていくのかというものを考えるうえで非常に大きなです、ね、ヒントを与えてくれているんだろうなというふうに思っています。古代文明をです、ね、学ぶことはこれから私たちが社会をどのように発展させていくべきなのかを考えることにつながると思います。 今見てきた例えばメソポタミア文明でありますけれどもこういうふうなものの衰退というのはですね実はね土地に塩分が増えすぎたということで主要な作物であるこの麦このです、ね、生産が減ったことが一つの要因となっております。またインダス文明でおいてはですね森林これ伐採しすぎたというふうなことでですね砂漠化 そしてインダス川のの、ね、大洪水というふうふなものを生んでししまったそして先ほどピラミッドあのメキシコのピラミッドの方ですけれどもメソアメリカのマヤ文明などはです、ね、この人口の増加あるいは農業による環境破壊というふうなものそしてその王同士の国同士の,その戦いそしてあるいは身内の闘争ですね。 こういうふういふなものによって衰退したというふうふなことが考えられていますでこうした文明の衰退の歴史というふうなものをですね見れば現代社会で進んでいる環境破壊であるとかあるいは人口の増加戦争紛争こういうふうなものがやがてですねどんな事態を我々の社会にもたらすのかっていうのは よくわかるんではないかなというふうに思いますこうした文明の歴史が教えてくれるこの教訓をですね未来の社会づくりに生かすことが大切だなというふうに私は思っています、えー、さまざまな歴史の謎解きこれこそその考古学の醍醐味であります、えー、しかしですね 考古学というものは単に古代のののロマンを追い求めるだけのものではありません時代地域をことにする人間の営みを学ぶことでこの自分自身を振り返り現代の社会や文化の在り方そしてですね今申し上げましたように未来の社会を考える上にもですねこれは、えー、考古学というものは本当にね 大切な学問なんだよっていうこともですね、ぜひぜひ皆さんには分かっていただきたいなというふうに思っています。そしてですね、この考古学にとって大切な存在というものが今見てきたようなさまざまな文化遺産なわけであります。この文化遺産というものはその文化を共有する集団の歴史、伝統、風習など。 こういうものを集約した象徴的な存在なわけでありますそこに属する人々にとって何者にも難い時空を超越した存在でありまして世界の多文化に属する多くの人々をも感動させる価値というふうなものを持ったものでもありますそれは人類が長い時間をかけ 世界各地で作り上げてきたものを指しまして遺跡やそしてさまざまな建築物のように有形のものもありますしそしてあとは技術だとか芸能ななどのののような無形のものもああるわけでありますこうした重要なですね文化遺産というものが今破壊の危機に瀕しているわけであります。 私がいた仕事をしていたシリアでも大きな大きなダメージを起きています先ほど言いました世界で最も美しい廃墟だというふうに言いましたパルミラ遺跡このパルミラ遺跡がですねバールシャミンというですねまず神殿がありますここがまずは爆破されますこれは IS イスラミックステイトによって爆破されたわけであります次にベル神殿でありますこれはパルミラの本当に、えー、まあ中心的な建物であったわけですねこれがあ私は若い頃そのままで撮った写真でありますけれどもこれが全く同じ場所です衛星写真を見ると明らかですよね 左側はもう神殿が立っているのが分かると思います右側が跡形もなくなっているそして、えー、これはローマ劇場であります我々は発掘が終わるとここへ来てですね夜満天の星をいただきながらここで酒盛りをして、えー、そしてこれステージなんですね向こう側は奥,奥側は、えー、そしてえー お酒が入ってくると順番にここで歌を披露するというふうなことをやっていたわけです。当然私も歌えと言われ、井上陽一が何を歌ったか。井上陽一が井上陽水を歌ったわけであります。こういうふうなあとト声で歌ったのが気分良かったですね。これは一生忘れることができない、いい思い出になっています。その美しい思い出を作った場所がですね、 その美しい思い出のまま残っていないんです。どういうことかというと、なんとなく怪しげなあそのお旗が見えますよね、ステージに。そして周りには一般市民がいるんですよ。そしてえ奥に座らされているのはシリア兵です。手前こう歩いているのは。 IS の若き兵士たちです彼らは中学生から高校生ですよ。彼らがこれから何するかとステージに上がりお分かりですかこんなことをやっちゃうんですよ おそらくこの若き兵士たちっていうのは IS によってとにかく洗脳されたんだろうなと私は思いたいわけですさらにこの遺跡まで破壊してしまうさらにパルミラ博物館のシンボルであるこれは アラート神殿から出てきたライオンであります日本でもこの破壊については大きく報道されたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれない博物館の中もめちゃくちゃそしてこの博物館をずっと守ってきた館長であったアサド館長この方が IS が攻めてくるそして当然このパルミラの宝を出せと絶対に言われるっていうのは分かっていながら この息子さんたちにですねお父さん逃げてよというふうに何度も何度も言われたんですけれども彼はまずはパルミラの宝を安全なところに移動させその上で歴史学者考古学者はこの歴史に立ち会う必要があるんだということでそこを動かなかった。結果として IS に捕らえられ1か月間拘束され挙句の果てに首をはねられ殺されてしまいましたこれはインターネットを通じて世界にもこのニュースは流れましたそして血だらけの胴体というのは先ほどの列中道路広場にあるそのこういうふうな柱ですね そこに縛り付けられたというふうに言われているわけであります私はこの朝戸大、まあ、館長からいろんなことも教えてパレミラのことについていろんなことを教えていただいたわけであります彼と撮った写真これが彼との最後の写真になってしまいましたそして彼から 彼が書いた本「パルミラ」っていう本なんですけども彼から1986年に彼がサインをしてくれて「えー、ちゃんと勉強しろよ」と言われて <laughs> またもらったこの「パルミラ」っていう本これが今や私の本当に大切な宝物にもなってます。これこれそ私にとっての 重要な文化遺産なんですそして、えー、もう一つこれはシリアだけではなくて今アフガニスタンも大変ですアフガニスタンは皆さんどこにあるかお分かりでしょうかここなんですねそしてアフガニスタンではこのバーミアン渓谷ここが世界遺産になってます この左側にはこれもう破壊された跡でありますけれどもこれは高さ5 5ルの西大仏そして東大仏もあるんですけれどもそこも破壊されてしまいましたこんなふうなことでありますそしてシリアで博物館が攻撃されたようにここでも博物館が狙われました中はこんなであります ところが世界の日本も含め世界の協力によって今こうやってきれいな博物館にみがっているんですそして先ほどのこの状況の中でもここに掲げられたある横断幕があるんですそれが何かというと自らの文化が生き続ける限りその国は生き流れると。 だりごと英語で書かれているこれがこの新しい博物館の入り口にも刻まれているということでありますこの言葉っていうのはとってもとっても大切な言葉だろうなというふうに思っていますそして今見てきたようにこの文化遺産の重要性でありますけれどもこれはしっかりと一人一人が認識しなければいけないことだと思いますけれども 他者と自分というふうなものをしっかり。認め合うというふうなことであります。そこには違った価値観をしっかりとお受容するということ。この違った価値観を互いに尊重し。そして認めよう。このことの重要性をですね、私たちはもっともっとですね。歴史、そして文化から学ぶべきだろうというふうに思っています。その歴史と文化を私たちに与え。 教えてくれるというのが文化遺産であるということも再認識していただければなというふうに思っています。この違った価値観を互いにですね認め合うそしてそれをですねそのことの重要性というものを私たちはもっと歴史文化から学ぶべきだと言いましたけれどもこういうふうなものであるからこそこれだけ重要なものであるからこそですね私たちはそれらを さままざな危機から守るる必要があるんだというふうふなことであります今これ見て頂い,いてすぐ分かるように現代私たちが直面する危機的なさまざまな問題があります。大気汚染水質汚染森林の減少そして環境破壊地球温暖化エネルギー問題食料問題 そして戦争紛争というふうなものこういうふうなものがもういくつもいくつもこういうふうに我々の,その身に降りかかってきているわけであります。まあ、今後目まぐるしく変化する社会情勢というふうなものをですね十分にですね視野に入れながら文化財の持つ文化遺産の持つさまざまな力を引き出しそしてそれをですね 多くの事業にに反映することとが大切なななんではいいいかなという,ふうに思っていますそれがどういうことにつながるかっていうとこの我々が成熟したという形容詞を用いますが成熟した社会形成というふうなものにですね私たちはその文化遺産の力を借りながらですねさまざまな事業に貢献するというふうなことが 大切なんだろうなというふうに私は思っているわけであります皆さんはユネスコ憲章のこの前文ということを読んだことがありますでしょうかこのユネスコ憲章の前文には戦争は人の心の中で生まれるものであるから人の心の中に平和の砦を築かなければならないこういうふうに言っているわけです しかしですけれども問題はこの平和の砦をいかに築くかであります。というよりも本来はですね砦などない世界その世界全体が平和になるべきだろうというふうに思うわけです。 そしてその世界の人々がもっともっと心のバリアフリーというものをですね押し進めることによってこそそのことこそが大切であるというふうに私は思っています。そしてそのためには民主主義に基づく教育これが必要不可欠となると思います。そしてその教育のあり方こそ現代社会につ,きつけられた大きな課題であるとも言えると思います。私があ 務めている仕事にしております博物館で保管されるあるいは展示される文化財または今見てきたような遺跡として大切にこの保護されている文化財えそして数々の歴史的建造物といった文化遺産というものが人類の歩みの歴史を私たちに教えてくれる大切なものであるということは繰り返し申し上げてきたことであります。 大切なことはその歴史に正しく学ぶことでありますそのことが平和で安定した社会の形成につながると私は信じたいと思っております文化は歴史の中で生まれ人々を心豊かな人間へと導いてくれますパン これは経済というふうなことで置き換えてみてください。パンなしに人は生活はできません。しかしですね、それと同時に文化なしに豊かな心は育たないわけであります。文化や文化財、文化遺産には経済とは別次元の価値があるんだということもぜひぜひ認識していただければなというふうに思います。もう一度思い出してください、この言葉を。 私は考古学を通じてこうしたことを学んできたつもりであります私たちはこの言葉というものを本当に心に刻みもっともっとこの言葉の意味というふうなものをですね、しっかりと考えるべきだろうというふうに思っています過去現在未来を考える このジョージ・オーエルっていう小説がご存知ですかこの方が1984年というですね1984というですね小説を書いていますその中の一節に過去をを支支配配すすするるは未来を支配するとあります言い換えれば過去を理解できるものは未来を理解できる 私はその実現こそ考古学の最大の魅力であると思っています以上今日のお話はこれで終わらせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました